ちょっと残念に思うのは、まあ、前から存在する既存薬、例えばイベルメクチンなどのね、治験がなかなかちゃんとできない。それで大規模な治験をやるにはものすごい経費がかかります。で、北澤大学でやっとらやるということも聞いてるし、まあ、こうは役員ですかね、そこがサポートしているというのも聞いてるんですけども、まだ承認申請まで行っていません。まあ、日本国内では感染者が少ないということもあって、だけど海外のね、いろんなデータを見ると結構効いてるんですよ。あるいは予防的にも効いてるという報告もあります。うん、ですから、もうこれきちっと日本でね、やった方がいいと思うんですが、これをやる製薬企業というのが、ないと。まあ、工場さんは別としてね、大手やらない。なぜか。まあ、簡単に言えば儲からないからですね。イベルメクチンというのはもう何十年前に開発されて特許も切れており、ジェネリックがたくさん出ていて、単価が安い。そうすると治験に膨大な投資をしても元が取れないんじゃないかと。まあ、こういう考えがあると思いますね。しかし国民側から言うと、安くて効けばその方がいい。だからここはね、今後とも、まあ、メガファーマの販売戦略、まあ、こういう問題と、まあ、我々、まあ、大げさに言うと人類の健康の問題、きちんと整理していかないといけないと思いますね。まあ、薬の承認というのは確かに慎重にやらなきゃいけない、だけども、安全性ということに関してね、既存薬の、まあ、適用外使用を認めていくということは、新薬の安全性審査とは格段に違うわけですね。ですからここはもう少し柔軟な対応をすべきだと私は思います。